1ゲーム差。2005年以来優勝がない阪神タイガース。近年一番優勝に近かった年が2008年と2010年。2008年は巨人に13ゲーム差をつけ首位を独走するも最後に大逆転されて V2。 そして2010年も優勝した中日にわずか1ゲーム差の2位に終わり、あと一歩のところで優勝を逃してしまったんです。そこで一つの疑問が生じました。なぜ2010年の阪神は優勝を逃してしまったのか。というわけで今回は2010年の阪神を振り返りたいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。開幕前2008年、悪夢の V2 の責任を取り辞任した岡田彰布から監督を引き継いだ真弓彰布政権1年目の2009年、正捕手の矢野、前年10勝を挙げた岩田、 JFK の一角久保田が前半戦を棒に振る怪我に見舞われ、2009年シーズンに入ると新外国人のメンチが全く使えず、これまでチームを支えてきたベテランたちの衰えも見え始め4位に沈みました。そして同年限りで平成ナンバーワン盗塁王の赤星がヘルニアのため現役を引退。シーズンオフには赤星に代わる1番候補に新外国人のマット・マートンを獲得。前年課題だったキャッチャーにはメジャー帰りのスーパーキャッチャー城島を獲得しました。2010年シーズンが開幕すると1番のマートンがヒットを積み重ね、城島は開幕2戦目でサヨナラホームランを放つなどド派手な活躍でチームを牽引。開幕から白星を積み重ねるも4月18日阪神にとって大きな出来事が起きます。金本の連続試合フルイニング出場の世界記録がストップ。開幕前の練習中に味方選手と激突し右肩の直上筋部分を断裂、送球が満足にできなくなり記録がストップする前日の横浜戦ではバックホームができず二塁走者の生還を2度許してしまったんです。僕もこの時テレビで見ていてあまりにも痛々しい姿に胸が痛くなりました。そして4月18日の試合前、真弓監督に自ら出場辞退を申し入れ、連続フルイニング出場は1492試合でストップ。阪神ファンの僕はとうとうこの時が来たなと時代の流れを感じました。そして試合の終盤になると金本は代打で登場、割れんばかりの大声援が送られました。そして開幕から絶好調だった能見篤史も5月2日の巨人戦走塁中に故障、4ヶ月もの戦線離脱を余儀なくされました。チームは前半前年日本一の王者巨人の独走を許すも7月終盤に追いつき、9月には中日を加えた三つどもえの熾烈な優勝争いを展開。9月には一時マジックが点灯したものの中日との3連戦で勝ちきれず、30日の横浜戦で守護神の藤川が村田に一発を食らい終戦 V1 となりました。阪神はこれまでの歴史上強力打線が形成されるたびにダイナマイト打線という名称で呼ばれ、阪神唯一の日本一を達成した1985年、星野仙一監督のもと日本中を熱狂させ18年ぶりの優勝を果たした2003年の打線にもこの名称が使われました。そして2010年、この年の猛虎打線もダイナマイト打線の最大と呼ばれ、1番のマートは214安打を放ち、イチローが持つシーズン最多安打のプロ野球記録を更新、2番の平野はチーム1位の打率3割5分、3番鳥谷はプロ野球史上初ショートでのシーズン100打点、4番新井は自己最多の112打点、5番ブラゼルはリーグ2位のホームラン47本、6番に金本、7番に城島がおり、打率3割以上が5人、90打点以上が5人を要する歴史的な超重量打線でした。チームは打率2割9分、チーム安打数はセリーグ新記録の1458安打、チーム本塁打数も阪神史上2位の173本を記録しました。対する投手陣は 202.1 イニングを投げ14勝を挙げた久保康友、途中加入で11勝のスタンリッジ、大ベテラン下柳、後半戦からは中継ぎで加入するも結果が出ず途中で先発に転向し、後に虎のエースとなるランディ・メッセンジャー、高卒新人の秋山、怪我明けの能見篤史が加わりローテを形成しました。しかし規定投球回に到達した選手は久保康友のみ。中継ぎ陣は前年に中継ぎエースのジェフ・ウィリアムス、スコット・アッチソンが退団、西村健、渡辺亮、JFK の久保田智之、藤川球児が奮闘するも全体的に防御率が高く優勝を逃す要因となりました。真弓監督はインタビューで優勝できなかった要因を中日の本拠地名古屋ドームで2勝10敗と大きく負け越したこと、9月21日からの名古屋ドーム3連戦で勝ち越せなかったことを挙げています。というわけで今回は2010年の阪神についてお話しさせてもらいました。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。